こんにちは、バロン安江のエリア55、今日が2回目です。今日が2回目もう1回目の時にね、ご紹介しましたけども、僕がね、こうやって長年といってもね、まだね、40年ちょっとしか生きてませんが、生きてきてる間に見つけたすごい面白いグッズ、面白いもの、面白い商品、こんなものがあったんだと、そういうものを皆さんにね、紹介するネット番組です。で、今日はその第2回目なんですね。で、第2回目に皆さんにね、ぜひご紹介したいものというのがあります。それはね、ここにあります。このね、こういう機械ね、電気機械なんです。で、これ何かっていうとね、名前は難しいんですよ。復刻版超強力磁力線発生器なんですね。で、まあ、これはその試作品なんです。これどういう機械かっていうとね、まあ、ここに、ね、いかにも、ね、磁石っぽい、電磁石っぽい輪があるでしょ。こちらが、特別な、ね、変動パターンを持つ磁力を生み出す、すごい電子回路なんです。で、この電子回路およびこのセットのこの超強力磁力線発生器、発明された方はね、有名な方で、正木先生っておっしゃって、大阪大学に長年いらっしゃった方で、で、その後ですね、岡山にある林原、まあ、その昔はかばやっていう、今もありますが、飴とかチョコレートとかお菓子作ってるメーカー、そこが、その創業者である林原の会長さんが、何かこう世の中の役に立つものをどんどん生み出していきたいとお考えになって、反対に素晴らしい人材がいらっしゃると、この正木先生という方のお知恵を拝借して、世の中の、ね、みんなが幸せになる、そういう発明品をどんどん林原の方でその製品化していきたいということで、さまざまなことをされてきました。で、特に正木先生が力を入れてらっしゃったのが、この超強力磁力線発生器なんです。で、これはね、例えば僕がよく使うのは何するのかっていうと、お水をね、お水に磁力を当てることで磁化水という特殊な水ができるんです。それはね、体にもいいし、磁化水を今ね、一番よく使ってるのはね、和菓子屋さんです。あとボイラー、ね、ボイラーでお湯をどんどん沸かすときに、水道の水とか、その水の中のカルシウムとか、ね、マグネシウムというその金属部分がボイラーの内側に付着しちゃうんですね。ところがね、磁力を当てた磁化水というものを入れておくと、そういう現象がなくて、ボイラーの水をいくらたくさんボイラーで沸かしても、ボイラーがね、常にほとんど新品の状態に保たれる。その水を体に入れてもいいし、お風呂に入れてもいいし、健康増進にも役立つ。で、この度このね、正木先生が発明してくださったこの超強力磁力線発生器、復刻されました。ご希望の方にはね、ご希望の方のために特注で作ってくださいます。詳しいね、申し込み先等はここら辺に出てくると思います。そこにお申し込みください。あくまで注文生産なんです。注文を受けてから、その方のために、作ってください。で、僕はそれをね、さっきから言いました、その磁化水を作るために使わせていただいてますが、もう使う目的は皆さんの自由です。もう皆さんがね、あ、こういう使い方もできそうだ、これは、で、そのすごい効果があったよってことを、どんどん皆さんがね、
あの口コミでもいいしネット経由でもいい、発信していただければ、あ、そんなものがあるのか、よし俺もこの超強力磁力線発生器を使って、例えばうちで農家の方々がね、あのリンゴでもいいしみかんでもいいしお米でもいい、そういうものを栽培する時の苗木とか種とかそういうものにちょっと磁力があってみたら、なんかこんな変化があったよとかね、お酒がね、ひょっとしてここにね、あのワインのねボトルとか日本酒の一升瓶とか置いて、それに磁力が当ててみたらなんか味がまろやかになった、そんなこともあったよとかね、どんどん皆さんが使ってみて、みんなでね楽しめばいいんですよ、ね、楽しむための機会だと思ったらいい。詳しくはこの辺にテロップに出ると思います。一度動かしてみましょうか。これここに磁力が出て、磁力がね、あの波形通り、その波形というのがね、正木先生 の, あのお考えになった、この我々の体を維持している神経細胞の、電位変化のパターンと同じにしてあるんだそうです、つまり生命力をね、なんかこうどんどん増幅してくれるような波形になってるそうです。そこでスイッチを入れます。じゃん。じゃあここ点滅してますね。この点滅がちょうどこの超強力の磁力線が変動しているよということです。で今ここ来てるんです。ほとんど小さい音で磁場が反転するとねカチカチ音がするんですが、その音もわずかに聞こえますが、でも全く耳障りじゃありません。でこれを、ね、コップの水一升瓶、ワインのボトル、まあ、そんなものに当てる、そういうことでね水の性質がガラリと変わってまろやかな美味しいお酒が飲める。僕は主にそうやって使ってますが、使い方は皆さんのアイデア次第。もう本当に素晴らしい世界が待ってると思います。僕やったらね、まあこれをね、そうか、これコードが長いのでね、例えばこうやってウクレレ弾いてくれてるミオちゃんのところにね、こう持って、そしたらだんだんミオちゃんがね、だんだん体がほてってきて熱くなって、あ、そのうちなんか熱いなっていうんで、ジャンパーぐらいは取ってくれるかなと、そんな風な下心を持って、この番組を作っております。はい、今日は正木先生が発明された、超強力磁力線発生器をその当時のアナログ回路そのまんま再現して復刻してできましたこの機械、それをご紹介しました。もうぜひこれをね、注文して特注で作ってもらいたいという方はここにね申し込み先が出ますので、ぜひ積極的に人生を切り開いていってみてください。今日はお騒がせしました。ありがとうございます。